帯が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 、すごい。ちょっとまたいつもと違う感じで始まりましたね。はい、では、はい、お待たせいたしました。はい、ではですね、本年度最後の、YouTube ライブ、こよみよみ YouTube ライブを、始めさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは初めましての方もいらっしゃいますので、そうですね。自己紹介から。自己紹介から。はい。はい、本年度最後のこよみよみライブをお願いいたします。最近流行って、自分の中で流行っているのは、相変わらずドラクエウォーク。目標毎日5000歩歩こうとしています。有限会社西企画、西俊久です。よろしくお願いいたします。では、はい、ジュニア先生の、はい、相手役を務めますは、はいはい、最近ウクレレという趣味ができました、うん、佐藤秀光と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではですね、はいはい、初めてこの番組を見ていただけるという方のために、はい、この番組ではどんなことをしているのかというのをですね、ちょっとご説明をしたいと思います。お願いします。はい、ジュニア先生の方にツイッターであったりだとか、うん、そういった形で質問を、出していただいたものに対して、うん、まずこの場で回答するというのが1点、はい、もう2点目がですね、うん、こちらの YouTube の、うん、ライブ配信中にコメントをいただいてちょっと質問していただいたものに対しては、うん、積極的に、はい、回答していくと、うん、で皆さんの、日々の暦の、はい、疑問や、はい、知りたいことというものをここで回答していくというような番組です。はい、で、3つ目はスペシャルではなくてですね、3つ目はこう、まあ、終了後、うん、3という隠れたものがありますので、お時間の許す方は、その後も見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。では、はい、あれ声は入ってるのかな、うん、あ、入ってるのかな、うん、入ってるかな、入ってるかな、まあ、入ってなければ多分コメントに入ってくるので、はい、ちょっと見ていきましょう。はい、はい、ウクレレいいですよ。あ、ウクレレのウクレレ楽しいです、大島さん、ありがとうございます。はい、では、はい、早速、はい、今日も質問1個目から。その前に佐藤さん、お、あのね、お伝えしたかったのが、ええ、西金也がこの YouTube ライブ、はい、結構見てるらしい。マジですか。マジですか。金也先生が金也毎回チェックして、あのね、実は今日のライブで今の時点では水曜夜の講座をやっているので、お、はい、今多分ね、講座中なんですけども、多分それが終わったら夜中までかけて録画を見ている。録画見るっていう。あ、これは素晴らしいですね。佐藤さん、この間なら良かったよって言ってました。あ、すみません、ありがとうございます。11月はまあまあだった。あの、金谷先生、ありがとうございます。あのですね、こちらの YouTube ライブも、はい、徐々にブラッシュアップしてるもんで、うん、我々結構長いスパンで物事を考えてるので、はいはい、また来年もどん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 ブラッシュアップしていければと思ってますので、よろしくお願いいたします。ただ今回はその磨き込みのブラッシュアップの前に、はい、佐藤さんの方で、オープニング画像、そう、オープニング画像、あ、動画を、作りました。うん、この変化の年、最後に何かできることないかなということで、まずオープニング動画を作りました。はい、それとこの帯、そう、この帯をですね、なんかちょっと番組チックに、うん、なったかなというので、これをちょっと作りました。今回初めてですよね、これ。初めてです、うん、で、3つ目の変化が、うん、こちらの、最後にまた動画も作ってあるんですが、うん、YouTube ライブにぜひとも登録をしてもらいたいと、うん、ああ、番組登録、そうそう、チャンネルの登録をしてもらいたいなということで、うんうん、最後に変化をさせていただいて、来年、うん、さらに中身ブラッシュアップという形で、うん、史跡の年を過ごしていきたいと思います。おっしゃる通り、まあ、佐藤さんはその暦前提でそのように、はい、とにかくこの11月中に、うん、あと1つ、そう、可能ならあと2つっていう変化を、変化を爪痕を、ね、残したくって、 それがこの帯であったり、うん、最初のものだったりとかっていう感じ、はいはい、で、それをさらに磨き込みをかけていくのは2020年になってからの運勢なので、来年度楽しみにお待ちくださいっていう
素晴らしい。そういうことになります。暦の上ではまだ一応この最後の一工夫っていうのが12月の6日まで。12月の6日まで。今日が12月の4日っていうことを考えると、今日入れなければあと2日。2日。はい。あと最後の一工夫っていうのをやっていきたいっていう感じです。ああ、でも一工夫ということであればまだ間に合いそうです、ね。あと1個、あと1個、うん、あと1個っていう感じ。はい、これ裏を返せば、佐藤さん12月の7日以降っていうのも頑張っちゃう予定ですか？一応ね、12月の7日以降はごめんなさい、うん、頑張らないつもりでした。嫌、うん、でも、うん、師走の年末進行っていうのはありますし、はい、なんとなく世間もバタつくのが12月、うん、年末、うん、そして1月、はい、年始、うん、まあ、年始から新春〇〇なんて言って、うん、1月、2月っていう風に少しそわそわするとは思うんですが、うん、暦の上では12月、1月、2月っていうのは少し抑えめ。おお、あ、そうなんですね。余力を残すことで体力も温存できるので健康運もぐっと上がります。12月、1月、まあ、最後の、まあ、2月の頭ですよね、はい、っていうのはじゃあスローで行きたいです。行きたいっていうところがいいですね、はい、いいです。で、3月がいきなり、まあ、4ヶ月後ですね、来年度結構大きい運の動きが来そうなので、はい、そこに向けて徐々に、まあ、2月ぐらいから少しずつっていう流れがおすすめです。おー、なるほど。ということは、はい、YouTube ライブ2019、うん、間に合いましたね。間に合いましたね。間に合いました、ギリギリね。佐藤さんが再びぼちぼち息を吹き返し始めるのは2月からでも OK、うん、で、3月のタイミングでまたビシッと少しずつブラッシュアップを始める。わかりました、はい、ありがとうございます。とんでもないこと。ちょっと一つ気がついたんですけど、はい、ストーンの音が結構でかい気がするので消してきます、うん、あ、お願いします、はい、そうですね、あのウクレレをかき消さない音に、いや、あのジュニア先生の美声をねかき消さないようにいきたいなと思っております。ありがとうございます、はいはい、では早速、はい、お待たせしました、あ、まずちょっとコメントの方を拝見させていただきます、はい、まず折田直子さん、こんばんは、はい、お世話になります。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。空砂糖式、うん、リンパケアさん、はい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 、はい、うん、こんばんは、 ありがとうございます。乙女にゃんさん、はい、あ、間に合ったということで、ライダースジャケットですか、かっこいい、 ありがとうございます。またこういうね、いいの着てますから、はい、ありがとうございます。イメージしてみました。これもまた一つ、あと一工夫、あと一工夫ですね、工作をしているところでございます。今日実はですね、一工夫で、はいはい、うん、俺も帽子をかぶって出たいと、ジュニア先生が帽子かぶってるからって言ったんですけど、はい、おめえはいいってうちのスタッフに言われました。なるほど、なるほど。変化はできませんでしたね。いや、女性陣の意見こそ絶対です。はい、かしこまりました。特に来年度っていうのは、2020年度に向けて女性陣のご意見は絶対でございます。はい、肝に銘じます、はい、では、質問いきます。よろしくお願いします、はい、では、ご質問1、はい、ブログ、ライブ配信など、とても楽しみにしています。質問お願いいたします、はい、来年の3月に、富士山方面にお水取りの計画を立てています、はい、ジュニアさんもブログなどで書いておられましたが、はい、消毒してあるところが多いですよね、うんうんうん、宿泊が休暇村富士で、うん、新しく取水施設ができています、うん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 、ホテルの施設なので消毒はしてあるようです、はい、でも、うん、お持ち帰りの場合は、うん、湯沸かすっていうのは、湯沸かして、うん、お使いくださいとのことですので、うんうん、あまり強い消毒ではないのでは、はい、と思います、はい、宿泊施設でいただけるなんてラッキーと思えば良いのでしょうか、はい、ちょこっと気にかかるので質問させていただきました、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、佐藤さんはご存知だと思うんですが、はい、まあ、今日初めてYouTube ライブをご覧いただいた方のため、うん、はい、念のため、念のため、西企画では創業前、もう30年以上前から、方位の利用方法として、
お水取りっていうのをずっと変わらずご提案しています。お水取り、はい、ただ基地方院に行って美味しいものを食べたり温泉してに入ったりしてくるだけではなくて、現地の湧き水、飲用可能な湧き水を取水して持ち帰る、はい、これを飲む、これを飲む。どうしても僕たちは方位の木を取るっていうのが、うん、なかなか実感として得にくい、得にくい、うん、どうなんですか佐藤さん、はい、一緒に基地方院に行って、うん、おー基地方院来た、うん、この木感じてるわ、入ってるわ、うん、と思ったことあります、うん、それね、すっごい、いや、ないんです実際は、実際はないんです、うんうん、ただね、下痢になることはあるんです。あー、その体感としてね、体感として、うんうん、汚い話で申し訳ないんですけど、わかります。なんかね、帰り道とかに、うん、妙にパーキングエリアで、うん、近いというのは、うん、経験はありますけど、オートもあるし、うん、逆に便秘もあります。マジですか、うん、それはなぜね。基地方位デトックス。お、デトックスね、うん、で、そうやってこうボディに体感すると基地方位に来たなっていう感覚っていうのは得られるじゃないですか、うんうん、僕も実はお恥ずかしい話、基地方位に行っても何の考えもいつもありませんで、うん、感じる人が、うん、あやっぱ木が入ってるみたいなことをね、言うらしいんですよ。へえ。ないわけですよ、うん、まあ私も基本的にはないんですね、うん、うちの金曜も決してね、ないはずです、はい、見てる、今苦笑いしてると思うんですけど、なんでぼーっと過ごしてるだけなんですよ。ああ、そうなんですね。でそういう我々のような庶民にとってですね、はい、基地方位のものをまず持って帰ってくることができる、うん、物体じゃないですか、水も、うん、物体ですね。そうするとこれがまず基地方位って体感になる。基地方位、はい、しかも土でもなく物でもなく水だったらこれを体に入れられるんですよね。飲めると、すると入ってくる感覚を得られるわけです、うんうん、はい、そうするとこのお水取りっていうのは西企画においては方位の木を得るための媒介、仲介役、うん、手段としておすすめですよっていうのがまず前提で、お水取りっていうのがあります。なるほど、お水取りがある。そうするとですね、はい、ここから面倒くさい話が、うん、お水取り長く続けるとですね、はい、ある流派による様々な条件設定であるとか、はい、ある有名大御所大先生様による、うん、やってはいけないタブーとか、うん、こうであらねばならないっていう方法論であるとかっていうのが、まあ、そういうの大好きじゃないですか。そうですね、何か決めることでね、うん、何かこうはっきりとしたものを示したいみたいな感じはありますね、うん、そうなんですね。で実際間違っちゃいけないことですから、うん、そうするといろいろな条件が出てくるのはまあしゃあないんですけど、はい、今お話しした通り西企画においては持って帰って体感する、これが一番なわけです。持って帰って体感する西企画ではこれが一番、うん、はい、そうするとお水取りでいただいた水っていうのは、はい、必ず自然の湧水で消毒していけばいけないであるとか、うん、煮沸して飲んでは木が蒸発してしまうので一切意味がないであるとか、うん、自然の湧き水じゃなくちゃダメだから水道水ではダメいけないとかっていうのはいろいろ出てくると思うんですね、うん、はい、それは本で見るかもしれないしブログで見るかもしれない、うん、ただ基本的には西企画は何でもありです、うん、ほう、西企画は何でもある、うん、あー、消毒してるんだねーって言いながら飲みます。あー、なるほどね。逆に、うん、飲めないような川の水とか沼の水はもちろん取水しないです、うんうんうん、はい、でも取水設備の特に、まあ、町おこしで道の駅とかである取水ができたりするんですが、うん、観光でも使われるので行政からの指導、保健所からの立ち入り検査とかが入って、はい、よっぽどの正常な湧き水じゃない限りはこれはもう飲まないでくださいって注意書きをしたりとか、うん、あとはお持ち帰りの飲用の際には自己責任でお願いしますってことが書いてあるんですね。それだんだん基準が上がってるんですよね、はい、だからもうね致し方がないかなっていう、うん、昔だと多分全然 OK だったんだと思うんですけど、はい、まあそういうのはよく聞きますよね、うんうん、っていうことを考えると、うん、やっぱり軽度の、うん、塩素殺菌消毒っていうのはするんですよね、うん、はい、で、西企画でもその殺菌消毒がしてあるかどうかの有無を確認するキットとかが
売ってるので、色がつくんですよ。で、いろんな道の駅とかの水を持ってきてやるんですけど、やっぱり大丈夫だったりするんですよね。だから薄い消毒しかしてないっていうことであるならば、もう全く問題なく、はい、このホテルでお水取りができるんだ、ラッキーっていいと思います。西企画流では、ラッキーって思って、喜んでというか、しっかりと吉保湯の効果があるよって思って飲んでもらうことの方が大事だよってことですね。おっしゃる通りでございます。ありがとうございます。要は方位の気をその場で感じることができないけど、持って帰ってきて入れるというその行為に人は気が立つんですよね。そこに入ったよ、それで吸収できるので、そのためのお水取りだと思ってください。はい、ありがとうございます。はい、ではラッキーって思っていいですか、という質問に対して、ラッキーと思ってください。ラッキーです、ラッキーです、はい、もう富士山だけじゃなくて日光でもそうですし、さまざまな観光地でお水をいただいたっていう時には消毒してあるものであったとしても、それはお水取りで誠実で良いと思います。大丈夫です。はい、ということで、まずこれに関してコメントいただいてますが、大人直子さんありがとうございます。吉方位デトックス、おとといありました、デトックスだったんですね、ということで、共有していただけて感謝しております。毎回僕たちもそうですもんね、まず道に迷う、道に迷う、通り過ぎる、あとお店がやってない、やってない、あれですもんね、戸隠に行ってここの蕎麦屋さんに食べに行こうって言って、で、もう調べて、定休日まで調べて行ったんだけど、たまたまその日だけでしたっけ、お休み、あのリニューアルかな、なんかメンテナンスが入ってっていう、お休み、素晴らしい、なんかね、あの効果があったな、そう、はい、思いますよね。そういうんでいいんです。吉保湯デトックス、あまり苦にせぬように、まあ、逆にそういうのを楽しみながら、そうなんです、そうなんですね、普段と違う旅行だななんていうのもいいかもしれないですよね。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、では、ご質問に行きます。はい、お願いします。いつも配信楽しみにしています。ありがとうございます。必ず2回は見てます。ありがたいですね。まずいですね、我々 あのこのボキャブラリーとか、あれが全てバレてしまう。いつも同じこと言ってるバレてしまう、はい、それで2020年は、はい、初めて手にした有機暦とともに、ありがとうございます、良い年にしたい、ありがとうございます、そう思い時間があるときは眺めるようにしているのですが、はい、ふと思ったことがあります。はい、ラッキーアイテムやカラー、吉方位があるなら、匂いはどうなんでしょうと、ボディークリームや、ルームフレグランスに取り入れることができれば、楽しそうだなと思いました。もしあるとしたら、来年は赤、ピンクがテーマカラーだから、ローズやベリー系かな、なんて勝手に想像しております。はい、ぜひ教えてください。匂いの方ですね、香りの方ですね。全くおっしゃる通りでございます。マジですか。すごいなって思いますね。へー、ただ、ここは先にお伝えしておきたいんですが、はい、僕は香りの専門家ではないので、そこまでこう正確に香りで木を表現することはできないものの、香りと木の結びつきっていうのを木の側から、旧木の側からご紹介することっていうのは可能。はい、なるほどなるほど。例えば、はい、甘い香りってなったならば、時刻土器の香りだったり、なるほどなるほど、するんですよね。甘いものっていうんですね。じゃあ、三匹木器の年だったら、フルーツ。ね、フルーツの中でもね、柑橘系。ああ、柑橘系。レモン、レモン、ライム、ライム、っていうのは三匹木器性っていうのが強いわけです。一つ気になったことを言ってもよろしいでしょうか。はい、はいはいはい、八白土器の時、山菜、キノコ、乾物、保存食品なんですけど、香りだと、なかなか難しいんですが、こっちの方がいいと思います。山の香り。あ、フォレスト。あれ、フォレストになるとどちらかといえば、あ、白くもっきね、山、山の香り、もしくはこんな感じ、
変化の香り、こう変わっていく香りであるとか ありますよね、そういうのね、温度で変わるとか、そうですよね。例えばそういう感じで、なるほどね。これがね、僕が香りの専門家だったら、うん、あ、じゃあこういう香りじゃない、こういう香りじゃないって、まあそうですよね、急きたら、うん、ちなみに今、2020年度の暦の中では、2020年の暦の中では22ページ、23ページを見ながら、22ページ、23ページ、これ2020年ですね、はい、見ながら佐藤さんと2人でイチャイチャしております。うん、イチャイチャしてます。で、はい、その一泊水気から九死火星、九死火器までのさまざまな属性がある中で、うん、あれ5だったらどうかなとか6だったらどうかなっていうふうに考えていくわけです。なるほど、なるほど。で、そうすると七赤厳忌っていうことになると、その恋愛運であるとか、うん、こうね、キュートな、あ、少女のようなね、そう、キュートな可愛らしい。そうすると香りの専門家さんがもしいたら、はい、きっとなんか出てくるんでしょうね。そうなんです、うん、そうなんです、うん。あとはおっしゃる通り、ベリー赤だから、うん、ベリー系であるとか、あとはね、これがキューであるならば、キューというよりはビューティーのもうちょっと色気のある香りになってくる。そうすると七赤の場合だと、はい、もう一つなんか例えば、うん、まあ香りっていう部分で、うん、になるのかどうかわかんないですけど、うんうんうん、辛いものって書いてあるじゃないですか。はい、だからキムチとか、ああいうカプサイシン系の料理の、うん、料理屋さんの匂いっていうのは運がいいってことですか？どちらかそれもね、うん、結構微妙なのが、微妙なの。カレースパイス系だと九死火器になるんですよ。ほう。で、なるほどね、カプサイシン系、香辛料の中でも本当に辛いっていうことになると赤なんで、うん、七赤厳忌系になってきます。なるほど、うん、お、またかなり深いですね。そうなんです。これはね、香りの専門家といつか九鬼のフレグランスっていうのとか、あ、ね、ね、で、いいかもね、金運が欲しい時には七赤厳忌スプレーとかね、あ、ができるといい。最高。香りの専門家っていうと、うん、どういう方になるんだろう。お香とか、あとアロマ系の人、アロマオイル、あ、はいはいはい、オイルって香りがするんで、うんうん、アロマオイルっていう風になっていったりとか、あ、そうだそうだ、ないか、七赤厳忌の中にヒヤッとする霊気っていうのがあるんですよ。はい、はい、だからミント系いいです。ほう、ミント系いいらしいです。クールミントがヒヤッとこうする爽快な、夏のあのシャンプーとかに使いたいような、ヒヤッとするのは七赤厳忌系です。じゃあ、はい、この方が、限定で言ってくれたので、うん、じゃあ七赤厳忌の内音だとするが、はい、まずミント、ミント、いいです、ヒヤッとする冷気、次が、ベリー系、ローズベリー系、ローズベリー系、このまさにそうだ、赤、あとはどこだろう、辛み、辛み、辛さの香り、辛さの香り、うんうんうん、恋人のような少女のような香りって何ですか？キュートな甘、甘い、キュートな可愛らしい香り。まあそれは逆に多分ご質問者さんも香りが好きなんだと思うので、うん、ちょっと探してみる楽しさっていうのもいいかもしれないですね。本当にそうです。うん、なんか恋の香りっていうとちょっとこう私が言うとね、変な感じになっちゃうと思うんですけど、恋の香りって何かなって想像しちゃいますよね。でね、うん、エロスじゃないんですよ。陰微な方じゃなくて、ない、そっちはね、急なんです。うん、要はもう、初恋のような、そう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 、あ、すいませんでした、ね、そういうね、取り乱しました、取り乱しましたけど、はいはい、そういう感じだ。そうです。でも、そしたらベリーって当たりかもしれない。そう、ベリー系、うん、ローズ系、うん、では、いいですね。うん、あ、すごい、このいいご質問をいただきました。そう、もうすごいなと思いました。ということでですね、今、はい、まあ、逆にちょっと、香りに、お詳しいようであれば探してみるっていうのも含めて、22ページ、23ページの七赤厳忌に書いてあるものに、はい、こう関係しそうな、リンクしそうなものを、うん、おっしゃる通り、という
ということで、ぜひ取り入れてくださいということです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではまたあのチャットの方に行きますね。はいはいはい、はい、メグさんが、質問がある人、あ、ちょ、その前にマリコさん、こんばんは。ありがとうございます。今回もありがとうございます。ライブで見ていただけるのは本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、メグ0917さん、はい、よろしいですか、読みますよ。お願いします。はい、いつもありがとうございます。長女が暦を気にしているのにもかかわらず、うん、なぜか強行海外旅行へ行ってしまいます。はい、友達に誘われて行きたくなったからというのが、うん、いつもの理由です。うん、これって何か対処 するべきでしょうか。よろしくお願いします。対処いらないですね。対処はいらない。まずそもそも論で言うならば、暦っていうのは方位だけのものではないので、さまざまな中で一つ方位も暦で確認することができるっていうことになりますので、はい、むしろ若いうちはそこまで方位に縛られず、はい、好奇心であるとか、うんうん、向上心であるとか、うん、その若い感覚に身を委ねた方が、だって佐藤さん、我々、うん、今から海外旅行行くかってなっても、うん、あんま興味なくないですか。うん、あのね、ま、冒険をするね、ね、あの、なんていうんですか、気力はあるんでしょうけど、うん、あのそこだけね、うん、おっさん化してきてるんですよね。そうですよね。昔はなんか、ソクレーだったかって言ってたじゃないですか。うん、でも、大人になっちゃうんですよね。そうなんですよ、ね、うん、失ってくるんですよ。あとはね、あれですよ、買わないんだったら、うん、買い物行かないとかね、うん、昔だったらお金なくても街には出たじゃないですか。うん、出た。買えないのよね。ね、うん、買えないのよね。今は何なら、うん、あの1000円、2000円ぐらいだったら、うん、買い物簡単にできるようになったとしても別にいらないし、うん、無駄になるし。そうそうそう、なんかそういうのありますね。そうそうそう、なんかあのこの考え方、あのジュニア先生の、うん、あの考え方って、あれみたいですよね。風とか、うん、その金とかもそうですし、うん、あとはその失敗とかみたいに、うん、何かしら若いうちだと抵抗力があるから、うん、どん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 ちょっとやって、うん、あのやけどしちゃったり、うん、それが結局我々の今ぐらいの年代になると、うん、これは暑いとか、うん、こうもうこの喉がちょっと痛くなったらこれ風邪の危険性とかっていう、うん、そういう意味でも、うん、若干若い時は気にせず、うん、そうなんです。やった方がいいと。そうなんです。うん、今日も、うん、会社の大掃除だったんですけども、古いなんかすんげえ大変だったんです。大変だった。古いアルバムが出てきて、うん、昔の自分の写真とか見るわけですよ。はい、そうするとね、もう完全に髪型から服装からこいつやってんなっていう感じなんです。でもあの頃の僕はそれやってんなって思ってないんですよ。今の大人の僕だから、うん、バッとお前もうやけどしてんだぞそれ。分かる。なんかね、今じゃ絶対にしないっていうことを意外としてるもんですよね。大人は分かるんですよね。うん、ああそれで変に強行に行って、うんうん、海外旅行とかね、そのダメじゃんっていうのは、うん、あなたがそう思うんであって、うん、彼らや彼女らはやってんなって思いながらやってないわけですよ。うん、赴くままにね。はい。で、それでいいんですね。若いうちはそれでいい。じゃあ結論、はい、気にせず、うん、若いうちはちょっと、うん、方位ではなく体験とか経験、うん、その辺を、重視してみたらいかがでしょうかという話でよろしいでしょうか。うん、OK です。はい、でその代わりそれで行くんだから、うん、自分が大人になって、うん、自分の下に若い世代が来た時に、うん、お前やってんなって言うんじゃねえぞっていう大人になってほしいです。なるほど。ということで、娘さんですかね、うん、には、そういう大人になるなよと、うん、お伝えいただけるので、ただもちろん道中の安全はくれぐれも何よりも大事にして無事に帰ってきてください。はい、よろしくお願いします。今の方位の話じゃなくてレディーとしてのたしなみの話です。はい、ではメグ0917さん、リアルな質問に関してはこういう形になります。よろしくお願いします。あと、オリトナオコさんという方から、はい、3匹木星の香りは柑橘、うん、食べ物は何でしょう。普通に
柑橘で OK です。柑橘類、あのレモンであるとかライムとか、うん、今からだったらみかんとか、うん、あとは柚子湯に入るとかっていうのも三匹もっきの香りだし、柚子蜂蜜、柚子茶柚子はあります、あります、あの柚子湯みたいなの、あの甘いシロップみたいなのもあるし、うんうん、あのマーマレードも三匹もっきの食べ物です。あと私が言っていいですか、うん、どうぞ。カボス、はい、あの支部にはカボスがあるんですよね。あー、そう、カボス、はいはい、あのカボスってすごくいいんですよ。何が？疲れが取れる。なるほど、なるほど。ちょっと美肌効果あり、うん、それね、両方アンチエイジング、うん、あの三匹もっきです。あの発育成長若さ。なるほどね、うん、あ、だから柑橘類いいんだ、はい、あ、ということです。はい、あの柑橘類、レモン、あのマーマレードとかも全部そうですけど、うん、はい、あとそういうのを取り入れていく。梅干しも酢の物、酢、酢酸、うん、酢の物もお寿司も全部3匹です。お、そしたら生酢ってあるんですか、はい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 、あれなんかいいっすよ。はい、うん、いいっす。あ、結構三匹もっきはすっきりするもの。そうなんです。おお、はい、爽やかな青春のすっきり感。あ、この22、23ページだけで、うん、かなり楽しめますんで、うん、ぜひあのご利用ください、うん、使い方さえ分かると楽しいですよね。はい、ということで、折戸奈子さん、ありがとうございます。うん、メグ0917さんから、ありがとうございます。うん、早速、はい、本人に伝えますと。どう伝わるんですかね、大丈夫ですかね。あ、大丈夫だと思います。そうそう、あの、素敵な大人になってほしいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。では、ご質問3、はい、いきます、はい、今年から、西企画というものを知り、お、ありがたいことでございます。素晴らしい。 YouTube も拝見させていただいております。 ありがとうございます。来年の有機こよみ、早速購入しましたが、ありがとうございます。私は八白土星です、はい、私と一緒です、はい、はい、来年は環境の変化を伴う大きな決断は避けてとありますが、引っ越しや転職は該当するのかなと思いますが、具体的に他にどのようなものが当てはまりますか。例えば結婚、出産、習い事を始める、ペットを迎え入れる、家の増改築なども含まれますか。方位に関することは全くの初心者です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、まずですね、転職転居などもう明らかに環境が変わるっていうのはもう前提としてダメそうですねっていうのがご理解いただいているっていうところで、はい、一度その今例えとして挙げていったものを一つ一つチェックしていってよろしいですか。どうぞどうぞ。はい、入らないと。じゃあ1つ目からいきますよ、うん、じゃあ1個ずついきますね。1個ずつ、はい、引っ越し入ります。転職大きい変化です。大きい変化、うん、結婚、結婚が西企画のテーマと、あのこれはね、私もちゃんと知ってるんですよ、はい、はい、同棲ですね、はい、はい、同棲は大きい変化になりますが、はい、書類上の入籍もしくは離籍は八白土星の方でも大丈夫です。なるほど。入籍離籍しなくても同棲する別居するとなったら大きな環境の変化に入るので、来年度はお勧めすることができるんです。ということです。八白土星の方、はい、続きまして、はいはい、出産入らないです。入らない。あの出産っていうのは実は誰を軸に見るのかっていう、うんうん、父と母じゃないんですよ。あ、その子、生まれてくる子を中心に見るんですよ。なるほど、なるほど。言うなれば、お前が自分で産んだんだろ、自分の時期で見るんじゃない、この子で見ろって言うんですよ。なるほど。そうすると、生まれてくる子は必ず自分の数字が真ん中に入ってる時に生まれるんですよ、ね、佐藤さんも生まれた年は真ん中に入ってる。今すげえ単純なことだよ、ね、んと思ったら、うん、そうですよね。そう、真ん中に必ず入る。そう、だから子にとって生まれる時って常に吉時期なんですよ。まあ確かに、うん、
お腹の中で生命が誕生する、うん、ということはもう別の命ですからね。そうなんですよ、ね、そして確かにそうだ、妊娠も実は出産も、うん、あなたは何の星ですかじゃなくて、この子は何の星ですかを軸に見ていくものなので、うんうん、この子悪い年に生まれたからっていうようなクソみたいな話、すいません、それは、うん、12月のスペシャルで、うん、そうブラックです、ね、でも本当に時々あるんですよ、うん、ああ良くない時期に産んだねみたいな、そういう鑑定をする人が。西企画流で言うと、そういえば誕生日は、うん、もうどんなもう方位の作用が何でも、年の作用が何であろうが、その人にとっての一番の吉日という話ですもんね。だから、うん、誕生日って生まれたということは、うん、絶対吉なんだ。おっしゃる通り。なるほど。なので、うん、妊娠出産に関しては暦を見る必要がないです。ない。その時が千載一遇のチャンスであり、うん、その時がもう無条件で祝福すべき最高の吉日です、うん、はい。次、はい、習い事 OK です。 OK。 引っ越しもしてないし、うん、転職もしてないんで、はい。だからその例えば、うん、引っ越しを伴うような入学だったりであるとか、うん、それ結果として転職につながっていくような習い事、ね、要は寝る場所が変わるっていうですか、ね、うん、あとほら佐藤さんも今から弁護士の資格を取ろうと思って、うん、見事合格したら弁護士になるでしょ。なる。そうすると転職を伴うんですよ、うん、そうすると引っ越しも転職も伴わない習い事、ウクレレをやりますよであるとか、ピアノやりますよ、英会話習いますよというんだったら全く問題なしですということでございます。はい、はい、で、あとペットを迎え入れる、はい、は大きな変化に入ります。確かに経験者からすると、うん、命なんですよ。で、すごい変わる。命という点においては、うん、妊娠出産と同じじゃないですか、うん、家族ですし、うん、ところが犬、猫、鳥、爬虫類など、うん、そのペットに関しては、うん、こっちを軸に見ます。まあ、迎え入れるわけですからね。自分が軸です、ね、迎え入れる側のを軸に考えるで、ね、はい、で彼らや彼女らは我々の付属物、植物って言ったら変なんですけども、我々がいるから空間に入ってくるんですか、はい、こっちがダメになったらダメなんで、うん、そうすると来年度で言うならば、万の北と犬に回ってる三匹木星の方と八白土星の方がペットを迎え入れるっていうのは大きな環境の変化としてあまりお勧めすることはできないんです。なるほど。でも実際にはあと2ヶ月半でジャッジしろやって話なんですよ、ね、おお、なるほどね。まあ、今年中に、うん、また、うん、環境の変化といって例えばですね、うん、じゃあカブトムシを毎年捕まえてきますとか、うん、魚釣りに行ってとか、うん、今もうすでにある水槽の中に熱帯魚を新しく足しますとかっていうのは、うん、そうでもないです、うん、あまり関係がない、うん、まあ、そこら辺はケースバイケースになってきますかね。これが初めて熱帯魚アクアリウムっていうのを我が家に作って、うんうん、そう、熱帯魚ってなかなかのご予算が いるんですよね。それ難しい。そうなんです、うん、温度も大変だし、これね、爬虫類もそう、蛇、うん、とか、あ、そう、そう、常になんかね、うん、何度以上とかあるんですよね、うん、乾燥とか そうなんです、うん、っていうことになると、うん、それは環境の変化につながりますね。なんで八白土星が2020年にやるみたいな風には僕だったら判断します。じゃあ基準、判断基準としてはその、まあ、迎え入れるペットという部分に関しては、うん、自分がもう慣れ親しんでいるような、まあ、要は変化が起きないものは別として、はい、うん、やっぱりこう何かしら家庭とか自分の周りがやっぱり大きくちょっと変わるというものは、はい、うん、勉強しなきゃ無理だとか、おっしゃる通り、それは避けた方がいい。おっしゃる通り、はい、で、そう考えると僕が最近はこうなんかなって思うのが、はい、毎月一度はやったり決めたり買ったりしてるもの、うん、これは全然来年やっても OK ですよ、うんうん、
毎日やってるようなことだったら当然暦なんか開く必要なし、毎年1回はやる、毎年1回は買うぐらいになってくると、なんでそれ来年もやんのみたいな意味は思うことがあるんですよ。年に1回のぐらいの頻度になってくると、3年に1回、4年に1回ぐらいしかやらないようなことになってくると、もうそれ来年やめた方がいいですってことになってきます。逆に毎年毎年決まってやることってあるじゃないですか、はい、これは違うと思います。一切見ないです。要は習慣ですよね。そうなんですよ。サイクルは見ないです。あで、その一番分かりやすいのが、生まれて初めてやるっていうのを、北と犬に回ってる時にやるのか、なんでその、そうじゃない、OK の時の方がいっぱいあるのに、生まれて初めてっていうのをその時にやるのか。そう、規模は小さいものかもしれないですよ。1万円ぐらいの買い物かもしれない、あの人にとってみればそんな普通だよってことかもしれない、でも自分にとってはそれまでずっと逃してきたチャンスっていうのを、あれっていうのは、やっぱり頻度で見るっていうのもあるかなって最近は思います。やりたくなるんですよね。やりたくなるんです、ね、来年は三匹木星と八白土星が、ね、えっていうような初めて、もしくは逃してきたチャンスの回収っていうのをやりたくなります。やりたくなるんですよね、私はあの八白土星が本命星なんですけど、月明星が三匹木星、で日明星が八白土星なんですね。ダメですね。なるほど。やっぱりね、今年、ウクレレ始めといてよかったし、よかったしっていう感じだ。今年のうちにこの画面変えといてよかったし、ね、はい、ということでございますので、はい、今の質問をですね、総じて、あとですね、もう一つ、あ、本当、家の増改築、はい、これはもう入ります。はい、入るということですね。模様替えだったらいいと思います。模様替えは OK、 でも増築、改築はおすすめすることができない。はい、はい、リフォームっていうのは、あの、ね、リフォームでも大きなものがあるんですけど、あの、例えば壁紙変えるとか、はい、カーペット変えるとか、そういうの、これも結構、はい、ケースバイケースも出てくるんですが、例えばこんなんだったら OK ですよ。そのままでいる方が雨漏りがしたりであるとか、明らかに見た目が悪かったり、放っておくと錆びたり朽ちたりしてしまう部分を回収という形でリフォームするんであるならば OK。 すごい上手な言葉をお持ちですね。回収、確かにそうですね、改築じゃなくてね、回収だ、修理なんですよね。確かに修理ですね。そう、それに対して、あ、もうこの壁が気に入らないであるとか、二世帯住宅にしちゃおうとかって、あとは、物置を一個足したいとか、なくしたいっていう増改築、取り壊しになると大きい環境の変化になります。すごくわかりました。改修っていうぐらいだから、例えば壁紙が汚れてきてしまって、このままだと、まあ、お客様が呼べないと、例えばどんどん剥がれてしまったりとか ね、 でその時にデザインは変わってもそれは改修ですよね。そうです、改修、改修、修繕、補修、すごくすっきりしました。ありがとうございます、ということで、今の質問には、はい、そういう形で回答していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、コメント、はい、はい、いきますね。お願いします。はい、乙女リアンさん、はい、私も八白土星ですということで、転職とか引っ越しを考えてました。危ない危ない、せっかく YouTube ライブ見ていただいたので、控えましょう、ということですね。だから僕が実は言いたいのは、八白土星の人やっちゃダメじゃないんですよ、また今年2ヶ月半あるからやりましょう、それが難しいならばしっかり準備して2021年にやりましょう、やろうっていうことが言いたいです。準備ですね、なんか土曜の前に見てますね。はい、おっしゃる通りでございますね。あ、年の土曜みたいなもんですか。そうですね。なるほど、なんかこう、準備をしてもうその時にやるよって決めてるものであれば OK ってよく言うじゃないですか。はい、そういう感覚、あ、それのもう少し大きくなったような感じですね。はい、ありがとうございます、はい、
続いて、ウルトラ岡さんが誕生日が吉日で、うん、妊娠出産の吉、うん、すごく好きな考え方です、西企画素晴らしいというお褒めのお言葉をいただいてます。で、ユミさん、はい、3匹木星も来年度はペットの迎え入れは気をつけた方がいいですか、うん、はいはい、ということです。迎え入れるっていう気持ちが固まっているならば、うん、今月、来月、2月の3日までの中でご縁を探せる方がいいと思います、うん、あ、でもご縁を探せたら、うん、あるということですよね。あるじゃないですか、うん、で、なんならね、こういうケースもあると思うんですよ、うん、もう自分では迎え入れようとしたわけではないのに、もう向こうから迷い込んできたり、うん、縁があって保護したり、うんうん、それはありますよ。それはいいです。ちょうどね、うん、あれ見てましたよ、コメント、うん、MEG0917 さんがですね、うちの猫、私が北の都市に我が家にやってきたようです、うん、大丈夫でしょうか、うん、これは迎え入れるのは、あの、要はこう来たわけですよね。そうなんですよ、うん、だからそれは OK です。もう僕もあの我が家に来たシャンピエントフ、はい、はあの頼んでもないのに向こうから来上がりまして、バイクのね、あのエンジンかなんかのところにずっと挟まってたんですよね。しかもカスタムして塗装もしたばっかりのところに、うん、いたんですね。あの、うん、9月のまだ残暑の頃、暑い中、うん、あ、このまま 2,3 日放置したら死ぬんだろうなっていう状況の中で来たので、うん、あなたは今ここにいるっていうことはもう二度と外に出れないし、うん、うちはもう外には出さない主義ですよ、うん、それでもいいんだったらどうするのって聞いたら自分で来るって言ったんだよそう、それでね、うん、あの、そう、ジュニア先生は最初は、うん、もう、まあ、全く興味はないんですけど、うん、まあ、来ちゃったから、うん、まあ、しょうがないねって言って、うん、僕はあの 犬と猫で言えば、うん、犬派なんですよね、うん、なんて言ってたけど、うん、まあ、多分この YouTube ライブを見られていらっしゃる方も含めてですね、うん、まあ、ジュニア先生はきっと六白金星なので、うん、天の塾なんだなっていうのがすごく分かったかなと思いますよねでもじゃあ来た部分に関しては問題ない。だから、うん、僕もその時には暦は開かなかったです。ああ。なるほど。ごめん、土曜中だからやめてとかは猫に対して言わないし、小読みもしないです。あなたが決めることだよって言って迎え入れた時には、うん、それはいいです。あとは、うん、自分の家の犬や猫が出産した、うんうん、っていうのも、もうそれは縁だと思います。そうですよね。ただ、うん、ペットショップに行くであるとか、うん、あの保護犬、保護猫の譲渡会にわざわざ自分から行くっていうのは下げた方がいい、うん、今行ってください。今救われたい猫がいるし、もう今この瞬間救いを待ってる犬がいるので、うん、今行ってください。あと2ヶ月半ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、あ、乙女の屋さんもそうです。まあ、まだ2ヶ月もありますよねって言ってくれてます。はい、で、MEG0917 さんということで、大丈夫です。はい、ユミさん、姉が実家に父が3匹木星、うん、姉が実家に父が3匹木星、うん、ペットのプレゼントを企画しています、うんうん、あ、なるほどね、3匹木星の時にと、うん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 、父が3匹木星で、うん、お姉さんは別だけど、お姉さんはその父に対してプレゼントを企画していると、うん、2019年度中がいいです。2019年度中にぜひ、してみてくださいということです、うん、で、あとですね、MEG0917さん、こちらからペットショップで探しに行きましたと、はい、その北の時に来た猫ちゃん、うんうんうん、そうすると何かしらの仕切り直しが必要です。お、仕切り直しが必要、ね、仕切り直しに関しては、お、便利。あ、78ページ。2020年、有機小読みの78ページ、はい、に、いろんな、あ、そうなんだ、悪い時期に何かが始まったんだね、うん、そうすると、何かいろんなことで仕切り直しができれば大丈夫ですよ、っていう感じです。ぜひ、新しい首輪を、ね。ああ、なるほどね。そう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 、なるほど。まあ、そうですよね。うん、必ず、やり直しというか、うん、仕切り直しはできますからね、うんうん、ということで、MEG0917さん、うん、はい、
はい、要はその時期に来たからもうダメなんだということではなくて、うんうん、必ず仕切り直しの方法というのはあります、うん、で2020年有機小読みをお持ちであれば78ページをご覧になっていただいて一度あの仕切り直しを考えていただければと思います。はい、ということで質問も全部来ました。はい、じゃあ続いてですね、はい、あっという間 の、はい、最長51分ということで、はい、まあ、今になってますが、そんなに話しましたかね。ね、話しましたね。話し、いや、ただ話してるかどうかの実感はないんですが、うんうん、ただこうやってライブで質問していただいてるっていうのはすごくありがたいなっていう部分、うんうん、本当に皆さん、うん、今画面の前で待っていただいて見ていただいてるってことですね。本当それは嬉しいです。ありがとうございます。はい、で、です、はい、最後に、はい、では最後ですが、今年度のまず、うん、YouTube ライブ2019は、うん、ここにて、はい、本日で終わりを迎えますが、はい、がなぜ1月がないかと言いますと、うん、1月は、もちろん新年を迎えるにあたり、うん、ジュニア先生並びに、うん、西企画さんの方でも企画がいろいろありますので、はい、まあ、一旦お休みをさせていただいて、はい、必ずこれはお約束ですね、うん、2020年の、2月以降、うん、再度これを毎月やっていこうと思うんですが、うん、2020年度のですね、スケジュールはまだ決めてません、うん、なので、これはブログの方で、発信をさせていただきますので、はい、ジュニア先生の、はい、2020年度のライブ配信スケジュールをブログにてご紹介しますので、はい、もうしばらくお待ちください。で一応第1水曜日の予定です。で定例でやる予定です。はい、であとはですね、はい、一番いい方法が、この YouTube ってチャンネル登録ってできるんですよ。うん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 、でチャンネル登録の場所はチャンネルに行っていただくと、うん、ちょうど向かって右上に赤いボタンでチャンネル登録っていうのがあるんです。でスマホでも大体その位置にあるので、そこポチッと押していただくと、ライブ配信やるぞとか、そういう通知が来るんですね。で新しく動画が上がっても上がったよって通知が来るんですよ。ですから、ぜひチャンネル登録っていうのをご検討いただいて、くれればあのブログのでも、もちろん告知はしますが、YouTube 上でも、分かるという形になりますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ではあの本日の、はい、ライブ配信はこれで終了とさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。はい、ということで、3つ目あのこのここの先は本当に時間のある方だけ見ていただいて、でジュニア先生と、がギター私はウクレレという形で、ちょっと準備をさせていただきます。はい、はい、ついに我々課題曲を、はい、そうなんですよね、決めまして、これで見えるかな、あ、見えるかな、あ、もうあの運の話はしませんから、はい、ね、これであの視聴数が急激に減るという可能性もあるので、はい、でですね、今回我々課題曲を、ね、はい、決めて、まずは夏の終わりのハーモニーならぬ、真冬の終わりのハーモニーというのをですね、ちょっと今日からまず課題曲を詰めていって、いずれ良くしていこうと。少しずつ、エンディングテーマ曲としてそうブラッシュアップさせていければいいかなと思って、その一発目が今日です。お許しください。はい。はい、では最初からかな。じゃあ行きますか。今日のささやきと昨日の争う声が二人だけの恋のハーモニー、
お願いいたします。次もっと頑張ります。はい、次もっと頑張ります。